どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回は成長するために負けを生かした反省を、5つの原因から反省の質を上げる考え方となります。プライストリンガーだけで限らず、対人系のゲームをしていると成長は常にしていたいものですよね。 X マッチで勝ち続ける、または維持するには、相手は成長していっているので周りよりも成長する必要があります。そこで今回はトライストリンガーを使っていく上で、負けを次の成長に生かす反省方法をまとめていきたいと思います。またこういった対人ゲームは反省する部分も大事かと思いますので、注意点もまとめていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもですが、負けているのに成長するってどういうことかなと思う方もいるかと思います。負けは負けですからね。ですが、ある程度の成長までは負けていた方が何かと得るものは多いです。というよりかは、負けた方がその原因を多く見つけられるんですよね。失敗の数が多くなり、負けにつながるからです。逆に勝ちの場合は成功するパターンが多くなるため、原因が少なくなります。この数の差もあって、負けた時は成長のチャンスになるわけです。じゃあ負け続けたら成長できるじゃんと思われるかもですが、負けるだけでは成長はできません。負けた後に細かく反省をすることができるかが大事になります。ゲームなのに反省するのと思われるかもですが、対人ゲームで誰かと競い合っている以上、試行回数を増やす必要があります。その試行回数を多くするために、負けた試合を反省することが大事になるというわけです。このあたりは勉強やスポーツなどに置き換えてみるといいかもですね。失敗した原因を知らないとずっと知識にはなりません。さらに言えば、同じミスをずっとしてしまいます。プラの対人戦も同じことになるわけです。それでは、成長に重要なのが反省というのが伝わったかなと思いますので、反省することを場面別で話していきたいと思います。一つ目は対面によるですが原因の場合となります。これに関しては、エイム力も問題ですが、対面の状況にもよります。状況の分け方としては、正面と側面、どちらなのかが重要です。側面は視界外からの攻撃になります。同じ対面ですが、レスをした原因が違うため、反省方法が異なります。特に側面の場合は、ポジションの影響がありますので、後ほど話していきたいと思います。まずは正面から反省方法をまとめていきます。正面に関しては、純粋なエイム力が足りていない可能性があります。処理能力が相手より下回っていた可能性が高いんですよね。弓は射程自体は立体画には勝てる武器なので、敵との距離が近すぎるか先に倒しきれていないということが原因になります。まず先にやられていた場合ですが、遮蔽物を使って敵の攻撃を避けきれていない可能性があります。対面を続けているうちに自然と体が出てしまい、敵の攻撃を受けやすい位置で攻撃をしている可能性があります。遮蔽物を使って攻撃をしているのに、なぜか負けるという時は、体の晒し具合を見てみるといいかと思います。続いて、敵との距離感が近い場合ですが、これは危機管理が若干低い可能性があります。もし、キルが取れるようであれば、それなりにエイムはついているので、そつなくこなせる可能性がありますが、相手次第というところがあります。なので、敵が近づいてきてやられている場合は、粘りすぎている可能性がありますので、危機管理の度合いを確認してみましょう。敵が近づいてきてるということは、抜けてきて後衛を潰しを狙ってる相手なので、なかなか厄介ですからね。追いかけられる可能性が非常に高いです。ということで、正面に関しては以上となります。単純な対面の話ですが、原因は見つけやすいのかなと思います。2つ目は場所によるですが原因の場合となります。ポジションがいいのにデスするということはよくありますからね。この場合の原因は主に索敵と予測不足になると思います。これは画面を1点しか見ていない可能性があるため気づけていません。後衛においては立ち位置的に視界が確保しやすい場所にいることが多くなりますが、その分画面を広く見る必要があります。ポジションがいいのに集中しすぎて画面外から敵に倒されている状況なんですよね。この原因の場合は、まず視線の動きを見直すといいかなと思います。一
一つのポジションをずっと見ている場合は、複数のポジションを確認する動きを取り入れるようにしましょう。逆に注意散漫な場合は、見落としをしている可能性がありますので、置き打ちなどをして敵に牽制をするようにしましょう。狙っているよという合図ですね。いくら馬車が良くても、敵ばかり見るのではなく、周りの状況をしっかり把握し、ポジションを有利に使えるのを反省するといいかと思います。まあ、基本的に横を取られてるってことは抜けてきてますからね、注意が必要です。3つ目はオブジェクト管理のデスが原因の場合となります。オブジェクトはガチマッチのルール関与のことです。オブジェクト管理に関しては、エリアは塗り、歩行運び、矢倉乗り、アサリ回収とシュートが挙げられます。いずれにしてもヘイトが集まりやすい行動ですよね。このオブジェクト管理がデスにつながっている場合、タイミングが原因のことが多くあります。まず確認することとしては、敵の落ちている枚数を確認できているかになります。関与を無理にしてデス原因を自分で作ってないかを確認してみてください。これは特に矢倉や矛で起きやすいことかと思います。続いてはポジションです。先ほどのはルール関与を急いでいますが、こちらの場合は離れすぎている場合が可能性としてあります。このような場合、前衛と後衛との距離が離れすぎているため、チームが分断することにより連携が取れず、テスすることが原因となります。特に下がり気味なエリアとアサリが起きやすい原因かなと思います。だいたいいいポジションを取ってからの攻めっていう流れですからね。ルール関与ができるならする方が得策かなと弓は思いますが、どれくらい関わるのか、関わりすぎていないのかっていうのを確認してみるといいのではないかと思います。4つ目は外的要因によるデスが原因の場合となります。スプラの外的要因は主にメンタルになります。なんとなく調子が悪かった日ってありますよね。あとは乗り気ではない日っていうのもあります。こういった時はゲームスキルがどうこうというわけではなく、メンタルがそもそも影響していることが原因となります。ゲームなのにメンタルなのかと思われるかもですが、メンタル一つで行動は大きく変わっていきます。まずメンタルが弱っていた場合ですが、受け止めれる器の容量が小さくなります。コップにいっぱいの水が入っている状態ですね。こうなると普段は焦らないような場面でも焦って前に出たりしてしまいます。いつもとは違う行動をするんですよね。なのでメモリープレイヤーを見直した時に、なんか今日はいつもと違うプレイだなと感じたら、メンタルを確認してみるといいかと思います。またこういった時は味方の行動に対しても苛立ちが出やすくなります。逆に違う意味で見えるんですよね。こうなると反省がそもそも難しいので、自分の動きだけを見るようにするっていうのが一番の対策となります。まあ、こういうことを減らすのであれば、事前に目標を決めておくのがいいかなと思います。例えばスペシャルの回数を決めたり、表彰でアシスト1を目指すなどですね。ちなみに僕の場合は塗りをするっていうことを意識しているので、スペシャルの回数もそのラインとして決めてます。使えてるか使えてないかで試合展開が大体わかるんですよね。で、目標を立ててその点だけに反省するのも一つの安定した反省方法とも言えますので、まあ、メンタルがちょっとな安定しないなっていう時は、改めてこういった目標を立ててみるといいかなと思います。5つ目は味方のデスが原因の場合となります。これは味方のデススピードの影響を受けた時ですね。後衛として問題になってくるのは、前衛との連携が長時間取れなくなるからだと思います。逆にその時間が短い場合は、自分が処理を多めにしないといけません。こうなると一角が難しい意味は負けやすくなります。個人的にも味方のデス回転が早い試合はやる仕事が多く、インクもカツカツでギリギリの動きを要求されます。正直維持するだけでも大変なんですよね。ですがこれも反省をする必要があります。まず反省の仕方としては、こういった前衛は前に出過ぎている可能性があります。要は味方との距離があるわけですね。こういった味方に対して自分のカバーがどういうことができるかっていうのを見るといいのかなと思います。この前衛がキルしていた場合は勝ちにつながるわけですからね。キルを取らせれるようなカバーができていたか見るわけです。まあ、無謀な凸というのはもちろんありますが、距離があるなら弓は効果的なサポートがあります。それはスペシャルです。前に出過ぎていても敵の後衛や前衛の邪魔が距離に関係なくできる方法になります。
逆に凸るみ方がいた場合、スペシャルをガンガン回して自陣に近づけさせない工夫というのが重要になります。メインだけでは難しいのが弓なので、スペシャルを駆使して守りきるという感じです。意外とこういう試合はスペシャルの回転が落ちやすいですからね。塗りもできないしポジションも悪くなります。なので味方がやられて押し込まれそうな時にどういったことができれば耐えられたかという点で反省をするといいかと思います。100歩譲って無謀な凸をした方が悪いですが、仲間の動きは変えれませんので対策を練った方が何かと得になるかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。成長するために負けを生かした反省を、まあ、いかがでしたでしょうか。成長するためには反省した方がいいと言いますが、そもそも分析力も大事になるので結構難しいんですよね。まずは1回でもいいのでメモリープレイヤーを見ながら反省をしてみるといいかなと思います。また反省においては竜巻のように同じような項目をぐるぐる反省しながら質を上げていくことが求められていきます。一周回って同じ課題が来ますので、成長のタイミングなどつかみやすくなりますので、ぜひ試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。